校内を北持ち。右の近鉄新放送の駅に向かって通路が伸びる。放送の駅は京都府相良郡聖火町大技放送の庄司長塚にある西日本旅客鉄道片町線の駅。駅番号は JRH20 南独駅の一つ、聖火町の中心部に位置する。近鉄京都線新放送の駅が隣接し乗り換え駅となっている。 国鉄時代の片町線の放送の駅、長尾から京都、奈良寄りの区間ではまだ古いディーゼルカーが走っていた。交換設備を有した相対式ホーム2面2線と、木津方面ホーム東側に留置線2線を持つ地上駅で京城駅舎を有する。京橋側にも引き上げ線が1本設置されている。ホームとは古戦橋で結ばれている。一部時間帯は無人となる。 そのため改札機、券売機、生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、各種機器を遠隔制御している。法務庁は4両分だったが、2010年3月13日のダイヤ改正に伴い、木津駅京田辺駅間でも7両編成の運行となったため、対応する改良工事を施した。これにより、かつての抽選を上り、 本線として再整備し、7両対応の上りホームは、従来の上り本線の敷地に新設した。1972年から1992年は、無人駅扱いで、出卒業務は行わず、運転要員だけ配置されていた。東側に、近鉄京都線の新放送の駅が隣接し、両駅は改札外の京上通路で結ばれて、乗り換えができる。改札口は1カ所のみ。 駅業務は JR 西日本交通サービスが行う業務委託駅で長尾駅が当駅を管理している。移行か利用可能駅で自動券売機及び自動改札機を設置。自動改札機は設置当初簡易型だった。原則1時間2本の列車が停車する。ラッシュ時は本数が多くなる。停車するすべての電車は半自動扱いとなる。京都府統計所によると 一日平均乗車人員は以下の通りである。奈良交通が直営する路線と同社の自宅するせいかクルリンバスが発着する。ありがとうございます。